ヨハネの第3の第手紙「長老の私から真実に愛している親愛なる害をへ愛する者よあなたの魂がいつも恵まれていると同じくあなたが全てのことに恵まれまた健やかであるようにと私は祈っている」。兄弟たちが来て 「あなたが真理に生きていることを証ししてくれたので非常に喜んでいる」「事実あなたは真理の内を歩いているのである」「私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない」「愛する者よあなたが兄弟たちしかも旅先にあるものに尽くしていることは みな真実な技である彼らは諸教会であなたの愛について証しをしたそれらの人々を神の御心にかなうように送り出してくれたらそれは願わしいことである彼らは皆のために旅立ったものであって異邦人からは何も受けていないそれだから 私たちは真理のための道路者となるように、こういう人々を助けねばならない。私は少しばかり教会に書き送っておいたが、みんなの頭になりたがっているデオテレペスが私たちを受け入れてくれない。だから、私がそちらへ行ったとき、彼の仕業を指摘しようと思う。彼は口汚く私たちを罵り。 そればかりか、兄弟たちを受け入れようともせず受け入れようとする人たちを妨げて教会から追い出している「愛する者よ悪に習わないで善に習いなさい」「善を行う者は神から出たものであり悪を行う者は神を見たことのないものである」デメテリオについては あらゆる人もまた真理そのものも証明している私たちも証明しているそしてあなたが知っている通り私たちの証明は真実であるあなたに書き送りたいことはたくさんあるが墨と筆とで書くことは済まいすぐにでもあなたに会って直接話し合いたいものである平安が ああなたにに、るように友人たちからあなたによろしく友人たち一人びと人によろしく」。